ルトです。クリアした。めっちゃ嬉しい。今はですね、服とこの網を縫い付けてもらってます。で後ろはもう全くなしにしておいて、そうすると抜けるから了解です。はい、お湯いくね。はい、どうもライフルアルトリズムのカリカリです。カリカリです。ということで、衣装のサステナブルポイントその1、りょうさんの私物りょうさんの私物A スペクトラムとかシュープとかいろいろお世話になってるブランドというか、そもそもりょうさんが好きっていうのもあって、りょうさんもいっぱい持ってるんです。その2、これは去年のドルの白いモコモコの衣装のパンツと、トップスはラウンドセブンのホープでイオナが着てたやつです。どう、似合う？イケメンポップカリカリコンビでした。おはようございます。坊主に糸がついているという世にも奇妙なヘアスタイル、ちょっとマトリックスみたいですね。シェーブは持ってたんですか？髪の毛伸びました。久しぶりのポニーテール。ありがとうございます。変装は空気、そうそうそう、移動って感じですか？移動じゃん、はい、ちょっと前にエネルギー出し、ね、違うんです。みんなの多分集中の仕方とかがまた全然違うと思うんで、でね、前日で昨日リオさんから立ち位置変更の連絡があったので、今みんなで確認しました。不安だけど頑張ります。入場確認からやりますよね。入場からよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここ2人狙いに寄りたいです。ここそれ寄りすぎですね。ちょっと全身入れたいですね。はい、そんぐらいでいいです。ありがとうございました。本番もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。余裕っすねって自分に言い聞かせました。あましたあら、そうですね、ラウンド1とも全然違った作品になってるので、でやっぱアプローチの仕方はやっぱ変えてるので、やっぱ体の使い方も結構今回はテーマで、いかにその体をコントロールして力を抜くとこは抜いて入れるとこは入れて、この出し入れがすごい今回は鍵になると思うので、自分たちの内側を届けるために頑張ります。普通すぎ？ああちょっと頑張るよ。緊張するんだけど、推しのレイザーズに話しかけてきます。ありがとうございます。こっちのスターティングメンバーこれです。あれ待って待って待って。あれ？Yeah.
何そう。やばい。今日、おかしい、私が。ここと、もう。もちろんワンチームです。入って入って。一人一人なんだけど、全員の力が多分一つなんでパーンって投げれると思うからリラックスして。はい、はい、楽しんでいこう。はい、はい、よし、ライフアルテニスやるぞ。ご案内させていただきます。いただきます。すごい、行ってまいります。それでは参りましょう。It's time to charge! お疲れ様でした。ありがとうございます。めっちゃ緊張しました。ほんと心臓に悪いあの瞬間。そうね、やっぱりメンバーが怪我をしたりとかで、選手が実は変わったりとかで、まあそこに柔軟に対応してくれたスタイリストさんチームとか、まあそのサポートに回ってくれた全ての人々とかに本当に感謝の気持ちですね。まずはもうアイムーンさんは煽り部位からもうその入場から全部プロフェッショナルで、パッケージとして本当に完成されてて、ちょっと正直負けたかなって思った本当に。でもわずかな差で、まあ、うちは勝てたっていうのは、まあ本当にある意味では幸運と思って、なんかやっぱり圧倒的なものを作る、ベストを尽くすっていうことをこれからもやっていかないとなと改めて気が引き締まる思いでした。ラウンド3は後世86さんで、 SP にシゲキックさんっていう、まあ今最強の B ボーイが SP で出てくるということで、まあ去年のチャンピオンがもう最強の SP を持ってくると鬼に金棒じゃないですか。でも僕ら結構今ねラウンド3作ってあるんですけど、すっごい好きな作品で、僕ラウンド3勝てると思います。なのでまあみんなで全力で勝ちに行きます。皆様いつも応援ありがとうございます。ライフルアルトリズムはまあどんな困難があっても笑顔で
皆さんに楽しんでもらえるようなショー、考えてもらえるようなショーをこれからもお届けするので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとう。